パです。今日はですね、ランタン関係のお紹介をしたいと思います。で、ランタンって言っても、例えばいろんな種類ありましてね、こんなでかいあのキャンプに使うやつとかですね、それから山登りに使うこの、もうほんとヤクルトの容器ぐらいのちっちゃいランタンまで、いろんな種類あるんですけど、今日はですね、その山登りに使うランタンを紹介したいと思います。基本的に持ってかない方が多いですね。減点で片付いちゃう天白の方が多いんですが、あえて株ママなんかと行くときはですね、やっぱり女の人なんで、減点でなんかこそこそやるっていうのもちょっと変なんで、そういう時はですね、ちっちゃいですけど、ランタンを持っていくようにしてます。ちなみにですね、これですね、こちらはですね、皆さん知ってる方多いと思うんですけど、スノーピークのですね、これ種ほおずきってやつですね。で、スイッチは実はここにあってね、この光るところ、ここを押すとですね、こんな風に光ります。これは値段的に3,400〜3,500円で通販で売ってるのかな。もう買った時の値段ちょっと忘れちゃったんですけど、明るさはですね、ほんわかした明かりなんですが、60ルーメンですね。だから、そんなに今明るい部類に入んないと思うんですが、別にそんなにね、ガーっていう光も必要ないことはないんですけど、この60ルーメンで約40時間、持つと、割と燃費のいいランタンです。重さはですね、90g、非常に軽いです。軽いと言いながらも、登山で 90g ってのは相当の重さなんですが、これ1個ぐらいあってもいいかなと、いうことで、これが一番ね、今のところ活躍の頻度が高いですね。ちなみにローモードでやると70時間持ちますんで、だいたい半年に1回ぐらい充電すればいいかなというところですね。でこれはですね、押すとこう光がこう弱くなって、で最終的には消えるんですけど、電池はですね、どこから入れるのかな、これ抜くとですね、ピタッとこういうのになってます。ここに入ってます。ちなみに単4が 3本、これはエネループのプロを使ってますが、僕の場合これはっきり言うと1年間1回も充電したことありません。前回唐沢からパノラマ振動行った時からですね、1回も充電してないんですが、すごいバッチリ残ってる感じがします。ホヤがこんな形でこうシリコンになってるんで、何気にこうザックの中にですね、ボーンって入れといても、故障する部分がないので、非常にいいです。防水はですね、 IPX の4ですね。日常生活には何の問題もないですね。でこれね、よく使ってる理由としてね、一番燃費が良かったり手軽だったりっていうのもあるんですけど、ここの部分ですね、フックがですね、フックはフックなんですけど、これマグネットフックになってるんですね。で、ループがあればですね、テントの中のループに引っ掛けて、こういうふうに吊るすことができます。ただ僕の石のですね、 G ライトっていうコアテックスの一枚もののテントがあるんですけど、テント立てた後、テントの中にこうループが何一つ出てないんですよね。ほんでね、引っ掛けようがないんで困っちゃったことがあったんですけど、これ磁石というところなんで、これ100均で売ってる強力磁石にちょっとガム手でコーティングしたやつなんですけど、ちょうどね、テントの生地、これをね、テントの生地の外ってやって内側からくっつけてですね、こんな感じでテントの中に吊るしてます。生地を挟んでね、吊るしてあるんで、ループは何一ついらないんですね。そういうことで、これ超強力ネオジム磁石ってやつですけど、これでテントの生地を挟んでですね、こういうふうに使ってるということですね。これは非常に使い勝手がよくて気に入ってます。じゃあ続いてですね、よく使う順番から言えばこれですね。これは
これも知ってる方結構いらっしゃると思うんですけど、 UCO、 まあ優子なんて呼ぶ方もいらっしゃいますけど、昔この優子っていうブランドはですね、ろうそくの本明かしたランタンで結構有名な会社です。僕も一つ持ってますけど、 LED ランタン版がこちらですね。これ名前クラルスって言うんでね、まあブラックダイヤモンドのオービットみたいな感じで、まあこんな風にグッと伸びます。2000円ちょっとぐらいかな、そんなに値段しないと思いましたけど、明るさがですね、まあ、こっちのあの種ほおずきが確か60ルーメンだったんですけど、こっちはその倍のですね118ルーメン、120ルーメンですね。ただまあ5時間ぐらい、まあハイの時で118ルーメンなんで、それで5時間ぐらい持ちます。ローの時は130時間っていう風に、結構長く持ちますね。重さはですね、まあ、ほとんどあんま変わんないんですけど、こっちが 90g で、こっちが 100g ですね。ただちょっとまあ見た感じも違うんですけど、まあかなり操作の仕方も違くて、深く押してまずつけます。次に半押しでノーマル、ロー、ストロボで、また戻ると、こんな感じです。ホヤをですねホヤをぐーっと伸ばした段階 でこちらでランタンモードですね。ちょうどですね、この木の机、まあ、僕普通に座ってて、まあ、ここに目の前を置いてですね、かなりこう目にこう刺さってくるような感じで明るいです。ちょっとこれはですね、よく考えないといけないなと思うぐらいこう目に突き刺さってくるんで、ちょっと置き場所の方をですねよく考えた方がいいかもしれませんね。あとまあ天井引っ掛けはですね、まあ、ここにまあ、フックというかループがありますんで、まあ、引っ掛けるわけですね。で僕の場合これ100均で売ってたなんちゃってカラビナですね、まあ、これを引っ掛けてテントの中に吊るしたりしてます。一応これが優子のクラルスという簡単ですね。で続いてこれはですね、ちょっといろいろダーンとでかい箱に入れて、これ100均の箱ですけど、これはですね、実際山に持って行ったことは一回もないんですね。何せ重いしかさばるしっていうことで、山の装備でありながら非常に重くて普段持っていけないやつをちょっと今日ご紹介しますね。開けます。これね、Amazon なんかで結構人気の商品らしいんですよ。僕買った時はね、さほどレビューもなかったんですけど、これね、ランタンというよりかは電球なんですね。でこれ LED の電球です。で LED の電球でずーっと伸びてて、ちょうど中間のところにですね、このオンオフのスイッチがありますね。でまたずーっと伸びてて、ここがUSB の差し込みがあります。で基本的にですね、これ例えばこれモバイルバッテリーあるんですけど、例えばUSB から電源取って、まあ、照らす電球ということなんで、例えばこれでやってみますね。まあ、こんな感じでですね、非常に優しい電球、まあ、電球ですね。これね、ちょっと昼間だからあんまり明るく感じないと思うんですけど、昔のトイレの電球よりはもうはるかに明るいですね。オーナイトっていうのかな、で商品名がポータブル電球型 USB LED 電球っていうんで、で値段がね、僕が買った時もだいたい1000円ぐらいでした。で明るさはですね、今までルーメンで言ってたんですけど、これに関しての表示がですね 5W と、まあ、ですから通常 USB って 5V ですから、まあ、5V で、まあ、1アンペアの出力で、まあ、5W なんでしょうけど、まあ、結構1アンペアの出力ですから、まあ、電流ですから、まあ、結構、まあ、馬力というか明るさは結構キープしています。ちなみにこれはですね、1万ミリアンペアワーのモバイルバッテリーなんですが、こちらの電球を使うとですね、実測ですね、計算値ではなくて、この間何回も測り直してやったんですけど、
実測で約3時間半から4時間ちょっと1回1回若干違うんですけど、だいたいこの結構ハイパワーで最大4時間ぐらい、部屋を照らすことができました。わざわざ光のためにこんな重いモバイルバッテリーとこのでかい電球をね山の中に持っていく気はもうさらさらないんですが、例えばこれなんかはどっちかって言ったら山の装備というよりも災害キットかな、そんな感じのものに入れておくといいんじゃないかなと、思います。で最後ね、実はちょっと最近手に入れたものがあるんですが、こちらです。これはブラックダイヤモンドのですね、ずいぶん前に発売はされてますけど、モジっていう、ポータブルランタンですね。モジまだ開けてないんですよ。というか買ってですね全然使ってなかったんですけど、これは値段出てますね。某 ICI ボーでですね2400円でした。こちらはですね、何せ、こればっかり開封動画になってましたけど、おお、なるほどね。こうなってるんだ。これがね、あれですよね、よく言う両側からパタッと、これよくできてますよね。ここに両側から立ち上げて、紐をですね、どっちからもかけられると、これ非常によくできてると思います。電池はさっき道具箱見たらエネループプロが余ってたんで、ちょっと試してみますね。で、ここはスイッチですね。ちょっとスイッチオンしてみましょう。おお、思ったよりも明るい。今データ見てるんですけど、ブラックダイヤモンドの文字、100ルーメンですね。結構100ルーメンで、しかもね、ちょっと白っぽい光なんでかなり明るく感じます。これブラックダイヤモンドってあんまりカタログとかねホームページ見ても細かく出てないんですけど、ちなみにローモードで、70時間持ちますよとは書いてありますね。これはねどういうふうに切り替えるんだろう、一回押すのかな、ここかな、ここですね、あれ切っちゃった、わかりました。一回やるとつきますね。一回押すとつきます。ここから長押しするとだんだん光が弱くなってくるそうです。で長押ししますね。ここスイッチです。はい、押します。長押しずっとしていくと、でまた光って、また落ちて、また戻って、こんな風なサイクルで明るくなったり暗くなったりします。で結局自分の好みのところで合わせて、止めてくれると、だこれよりももうちょっと光を弱くしたいと、ここら辺までになります。それぐらいだとね、本当に蛍の光まではいかないけどかなり弱い光なんで、これテントの常夜灯として使えると思いますね。山登りに持ってくランタンということで、こちらがスノーピークの種ほおずき、重さが90、こちらがユーゴのクラルス、重さが 105g、 そしてこれちょっとイレギュラーですけど、LED の電球で、今回というか最近買ったこれがブラックダイヤモンドの文字ですね。これ122と
まあ、ちょっとこんな感じでですね、2017年使っていこうかなと思います。はい、長々とありがとうございました。